にちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画は税理士選びのコツについて。まだまだ資金が高くね、不透明なね、業界だと思うんですよ。いきなりコンコンってね、事務所にね、突撃するのってかなりハードルが高いと思います。そこで本日の動画は税理士の選び方のコツと税理士報酬の目安について動画で解説していきます。私はオンラインサロンを運営しています。またその他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひチェックしてみてください。また自営業向けに本も出版してますので、合わせてぜひよろしくお願いします。それでは早速本日の動画の内容に行ってみましょう。それでは本日の動画は税理士の選び方のコツと税理士報酬の相場について解説をしていきます。本日の内容です。税理士の選び方のコツについて紹介をして、税理士報酬の仕組み、料金の決定要素についての解説、料金の相場について紹介をして、税理士をつけるメリット、税理士の選び方のコツを最後に紹介したいと思います。このような流れでいきますので、ぜひ動画最後の方までご覧になってください。はい、それでは早速ね、税理士の選び方なんですけど、大きく3つに分かれるかなと思います。まず1つ目、選び方なんですけど、同級生、要はね、自分の同級生が税理士になって独立開業したっていうパターンもあると思います。ね、同級生か、または社長からの紹介ですね。先にビジネスをしている社長が、この税理士さんいいよとか、もしくはね、自分のところの税理士さんいいよっていうことで口コミで紹介をしてくれるっていうパターンですね。この方法が意外と一番多いかもしれません。でもやはりね、中には同級生とか、要は知っている者同士で同じ税理士さんを使うの嫌だなっていう方もいるかと思います。その場合は次の2つの方法になっていくかと思います。2つ目、税理士紹介業者を使う方法ですね。これは会計ソフトが税理士の斡旋や、ね、紹介をしてくれるという場合もありますが、税理士紹介業者というものがありまして、そちらの、ね、紹介業者さんの方が間に入って税理士を紹介してくれるというものです。こちらね、気をつけないといけないんですけど、この紹介料がね、顧問料にオンされている、載っているという場合もあるようです。またこの紹介料を税理士の方がね、負担をしている、もしくはね、少し何年か負担をするっていうケースもあるので、もしかしたら顧問料が一般的に比べるとやや割高になるという可能性もあるかと思います。そして3つ目、自分で検索する方法ですね。これが一番ね、納得できる方法じゃないかなと思います。結局ね、今ネットはもありますし、ホームページを持っている税理士事務所さんも多いので、自分で検索をするという方法ももちろんおすすめです。以上ね、大きく3つの方法に、ね、分かれると思うんですけど、じゃあね、一体そのね、税理士を選ぶ時のチェックポイント、どういうポイントを見ればいいのかについてちょっと簡単に紹介したいと思います。チェックポイントについてです。まず1つ目です。直接会ってみることですね。これはね、アポイント取って事務所に行くのもいいですし、代表と直接1回はね、会った方がいいんじゃないかなというふうに思います。また今はね、オンラインでもね、相談やね、初回のね、対面ができること多いと思いますので、まずね、ちょっと直接会ってみて、どういう先生なのかなっていうのはチェックするポイントになるかと思います。そしてじゃあ実際にね、この会うことになった、もしくはアポイントを取った時にどういうところを見ればいいのかと言いますと、上から目線の話し方をする先生はあまりおすすめはしません。あとね、専門用語が多い先生とかだと、やはりその言っていることがわからないので、こっちの聞きたいことがね、こう返ってこないっていうか、返ってきてるんだけど、それを噛み砕いてこっちが理解できないっていうね、場面あると思うので、なるべく分かりやすく伝えてくれる先生がいいかなと思います。それはね、質問した時の答え方に出てくると思うので、例えばこれから起業したいんですけどというのがあった時にね、例えばあとこういうことに今悩んでるんですって言った時の、この質問した時の答え方が分かりやすい伝え方かどうかというのをチェックすればいいのかなと思います。あともう一つのポイントとして、スタッフへの態度を見ることができると思いますので、例えばね、お茶を運んできてくださったスタッフへの態度とか、ちょっとした時に出ることがありますので、スタッフへの態度が横柄な先生っていうのは、やはりね、仕事ができるできないかっていうね、判断基準にはならないと思うんですけど、やっぱ人としてスタッフを大事にしてるとか、このスタッフへの態度が意外とね、顧問先のお客さんに対しての態度に出たりしますので、このスタッフへの態度っていうのも見ておくといいかなと思います。やはりね、直接会ってチェックするできるポイントっていうのはありますので、自分がね、どういうところにポイントを置くか、人としてね、どういう先生に頼みたいかっていうのをちょっと自分の中で整理してもらって、こういうところをチェックポイントの参考として使っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。それでは次からね、税理士報酬の仕組みについて紹介します。はい、税理士報酬の仕組みです。一番基本となるものがこの顧問料と呼ばれるものです。これが一番税理士報酬の仕組みの、要は基本的な土台ベースになっています。こちらの顧問
料というのが毎月で発生する事務所さん多いと思います。この毎月の顧問料に、まあ、相談料が入っていたり、まあ、電話やメール、LINE とかね、メッセージ、Facebook のメッセージなどなのでやり取りや相談したい時に聞く、電話を事務所にかけて聞くっていうことができるっていう場合が多いです。これが土台の基本の顧問料というものです。そしてここまた記帳代行っていうのがあるんですね。要は記帳代行というのは何かというと丸投げです。要はレシートや領収書を事務所さんに持っていく、送っていくっていう風にして、もう記帳経理も代行してください、丸投げしたいですっていうのがこの記帳代行と呼ばれるものになります。そしてこちら決算料ですね。これは確定申告料になりますので、この毎月の顧問料とは別途設定している事務所が多いと思います。これは法人の場合でしたらね、決算料になるかと思います。要は個人の場合でしたら確定申告の作成料ということで決算料がかかりますよっていうことですね。そしてね、もう一つ年末調整というものがあります。要はスタッフ、正社員の雇っている方の年末調整をしなければいけないんですね。また先住者給与を使ってらっしゃるところはね、その先住者給与の年末調整もしなければいけなくなってきます。なのでその年末調整が要は顧問料についてるのか別途なのかっていうのを確認した方がいいと思います。これがね仕組み、年末調整がついてるかついてないかっていうのが一つの目安になります。そしてその他必要な書類作成っていうのがどうしても出てきます。これだけではなく、その他もろもろね、必要となる書類やね、別途作らないといけないっていうケースが多々出てきます。その場合にそれね、顧問料に込みなのかね、入ってないのかっていうのはその事務所さんによって違うと思うので、ここもね税理士報酬の仕組みとして知っておくといいポイントかと思います。そして最後です、税務調査です。これはほとんどのね事務所さんの顧問料とは別途なんじゃないでしょうか。やはりね税務調査となりますと丸1日もしくはね丸2日他の仕事ができないくらいかかりっきりになりますので、ここはね税務調査は1日いくらっていう感じで、顧問料とは別途費用になるっていう事務所さんが圧倒的に多いかと思います。うちもそうです。要はね税理士報酬の仕組みを知って事務所さんに行ってこの料金の方をね見積もり出してほしいんですって言った時に、ここを押さえている、もしくは知っていると話もしやすいですし、こう交渉もしやすいので、知っておくといいポイントかなということで紹介をしました。じゃあ次にこの税理士報酬がどうやって決定していくのかっていう要素の方をね紹介したいと思います。はい、料金の決定要素について解説をします。まずね1つ目、ここはね大きなポイント、ほとんどの事務所さんそうじゃないかなと思います。法人か個人かですね、やはり法人の方が報酬は高くなります。個人と比較すると法人の方が高くなると思っておいてください。そして次、売上規模ですね。やはり売上金額が大きくなればなるほど経理も複雑になりますし、量も増えてきます。ですので売上規模が大きくなればなるほど税理士報酬っていうのは高くなっていくというふうに思っておいてください。そして先ほどもちょっと出しましたけど、この記帳代行、要は丸投げをするかしないかっていうので税理士側の使う時間、負荷というのは全く変わってきますので、やはりねこの記帳代行があるかないかによって料金にね差が出てくるっていうケースが多いかと思います。そしてあとは対面の頻度ですね。顧問料って基本的にまあ月1回っていう風な感じだと思うんですけど、これね対面がね月1回じゃなく月2回来てほしいとか、そういう風になりますと、やはり料金の方がまた税理士報酬が上がる要素になってくると思ってください。そしてまた事務所さんによっては訪問するのか来社かによっても変わってきます。要は税理士がお客さんのとこに行くのか、それともお客さんが事務所の方に来てくれるのか、それによってやはり、ね、時間が変わってきますので、お客さんのとこに行く場合にはそのね要は交通費プラスとかまた時間がかかってくるので、ここを考えて料金の決定要素を差をつけてらっしゃる事務所さんもあるかと思います。私の事務所は特にこの訪問か来社かっていうのを決めてなくて、県外の場合でもしね出向いてほしいとなったら、もちろんねやはり交通費とオンになるかと思うんですけど、県外の方はうちはオンラインズームでほとんど打ち合わせをしてますので、私の事務所ではあまりここは決定要素にはなりませんが、まあ事務所によってはこの訪問するのか代車にするのか来てもらうのか自分が行くのかによって変えている事務所さんもあるかと思います。そして業種ですね。やはり業種によって複雑になっていたり、あとね伝票や仕分けの量が多い少ないってやっぱ業種によって違うんですよ。仕入れがあるないによってももうね仕分けの量って変わってくるので、業種によってやはりねこの税理士報酬っていうのが多少変わってくる可能性があると思ってください。複雑な業種とかね、この業種はね手間がかかるんだよねっていう場合は、税理士報酬がやはりどうしてもね高めになってしまう可能性はあるので紹介をしました。そして最後、ここは全然変わってくるところですね。消費税の申告があるのかないかですね。ですので消費税の申告書を作らないといけないっていう場合はもちろんその分オンになってきますし、消費税の申告自体免税事業者で作らなくていいっていう場合は消費税の申告料金はかからないと思ってください。このように料金の決定要素が
ほとんどの事務所さんでベースとして、ね、あるかと思います。これの決定要素によって料金表を作っていたり、もしくはね、これぐらいの料金ですよというふうに事務所の方で見積もりを出しているんじゃないかなというふうに思われます。ですので、ここが料金の決定要素として変わってくるというふうに考えておいていいと思います。これをね、知ってるとやはりね、見積もりがね、どうなのかとかね、こう質問もできますもんね。この料金って何のことですかとかいうふうにできると思うので、知っておいて損はないと思います。では次のスライドで、一体税理士の報酬のね、相場いくらぐらいなのかについてちょっと紹介をしたいと思います。税理士の料金の相場についてなんですけど、これもちろんね、絶対じゃないですし、事務所によってね、そのやっぱり安い高いってあるかと思います。でも大体の相場聞いていると、顧問料は大体月3万円前後からっていうところが多いんじゃないでしょうか。もちろんね、3から5万円ぐらいっていうところが顧問料は一番相場としては多い気がします。なので、まあ大体3万円から。そして決算料についてなんですけど、これね、先ほど法定要素で言った通りね、売上規模が上がれば高くなりますし、丸投げかどうかによっても変わってきたりとか、まず業種によって消費税あるないかに変わってくるかと思いますけど、まあ決算料の目安の相場は15万円から20万円前後、これぐらいだと思っておいていただければいいんじゃないでしょうか。ということで、年間大体50万円前後かかるっていうイメージですね。もちろんもっと高いところもあればね、逆にもっと安いところもあると思います。あともう一つ気をつけておいてほしいんですけど、個人事業主の場合、この年1回の決算を受けるか受けてないかっていう事務所によってここはもう違います。企業したてのね、税理士事務所さんだとね、個人の年1回受けてますよっていう事務所さんも多いと思うんですけど、だんだん皆さんちょっとね、年1回は手放していて、法人決算の方にメイン持ってくっていう事務所が多いので、この年1回のもうね、確定申告は受けてませんよっていう事務所さんもありますし、いや、うちは OK ですよっていう事務所さんもあるので、そこはね、確実に確認をした方がいいかと思います。ちなみにうちはもうね、1回の個人事業で1回の確定申告をお願いします、要は決算料だけでお願いしますっていうのはもう依頼は受けておりません。これはね、事務所さんによって分かれる箇所かと思います。相場を踏まえて何を確認すればいいかっていうコツを紹介したいと思います。1つ目、料金表がちゃんとあるかを確認してください。事務所によってね、ホームページにも料金表を出してる先生増えてきてますけど、まだまだ謎の部分が多いです。でね、料金表を見ただけだとね、安くてもね、いろいろとね、これとこれとつけたら結局一緒だったとかね、もしくは高くなったっていう場合ありますので、料金表がある場合はその料金表をもらった方がいいですし、もしくは見てもらった方が安心だと思います。その場でのね、いいねで大体これくらいかなみたいなね、風に言われてもちょっと腑に落ちないと思いますので、やはり料金費があるか確認をした方がいいと思います。そしてここ必ず確認してほしいんですけど、さっきのね、法定要素とあと仕組みについてでも言ったんですけど、どこまで込みなのかの確認をしてください。今回この顧問料には一体何がどこまでついているのか、どこまでが別途オプションなのかっていうことですね。そこを確認すべきかなと思います。そしてね、今時ね、この一緒に決めなくていいと思うんですよ。比較検討すればいいと思います。意外と料金や見積もりを取ってみると、事務所ごとに全然料金が変わってくるっていうケースが多いです。なので、自分の業種、自分の規模によってどの事務所がいくらするのか、ちょっとね、見積もり比較検討してもいいと思います。なんだろう、皆さん車買うときって絶対いくつかね、ディーラー回りますよね。それと一緒で、まあまあね、長いお付き合いになりますし、そんなね、安い値段ではないと思うので、比較検討していただいて全然いいかなと思います。私もいつもね、ご対面するとき見積もり出すんですけど、その後ね、他の事務所さんもぜひ回ってみてくださいねって言って、いろんな先生いますし、いろんな料金体制ありますので、比較検討してくださいよっていう風な声かけは必ずするようにしています。もちろんね、今のご時世ですので、皆さん比較検討ねされる方多いので、比較検討して、やはりとかね、こういう SNS に強い先生が良かったんですって言って、私の場合は選ばれるっていう可能性が大きいですね。ありがたいことです。はい、それでは次、税理士の依頼のメリット、税理士を味方につけると一体何がいいことあるのかを紹介したいと思います。次のスライド結構重要です。はい、じゃあ税理士を味方につける、要は依頼するメリットを順番に紹介していきたいと思います。まあ、1つ目ですね、やはり時間短縮と作業の負担軽減、もうこれにつきますよね。わからないことを調べる時間、またはね、ネットでね、ググれば、まあ今ね、いろんな情報出てますので、もちろんね、答えが出てくる場合が多いと思うんですけど、まあ探し方によってはね、時間がかかったりとか、いろんな答えがあって惑わされて、結局何が正解なんだっていうのがね、ケース多いと思います。あと作業ですね、経理の作業とかの負担を軽減、
これは大きいです。それによって時間も短縮されます。そしてメリット2つ目、正確な確定申告です。これはね、節税情報とかももちろんなんですけど、正確な確定申告になりますので、大体皆さんご自分で作られたね確定申告見ると、大体皆さん何かしら間違っています、ミスを犯しております、間違ってるっていうのが前提になってますので、やはりこの税理士に依頼することで正しい確定申告にすることができる、これがポイントですね。そして制度や法改正にも対応してくれます。やはり今最近税法とかね、制度がどんどん法改正が大きいものが多いです。例えばインボイス制度もそうですよね。これに対応していこうと思ったら、また自分で調べて対応して、それが合ってるかどうか不安なこと多いと思うんですけど、こういう制度や法改正に対応してくれるっていうのも税理士のメリットだと思います。また質問をねできる人がいるっていう、この精神的負担が軽くなるっていうのは本当に大きいです。経営してるとやはりね、判断しないといけないこと、またね心苦しいけどね、決めなきゃいけないこととも出てくると思います。それが法律的にどうなのか、税制的にどうなのか、質問できる人がいないのといるのとでは確実にここは負担が変わってきます。時間短縮と作業のね負担軽減、また精神的なね安定も得れるので、本業に専念できるっていうのも依頼のメリットですね。また最近多いんですけど、補助金やね給付金申請の時、要はねコロナの影響によってっていうね給付金や補助金が今多いです。その時にね聞ける人がいる、もしくは申請を手伝ってくれる、サポートしてくれるって、やはり助かるじゃないですか。ここもまたねいちいち調べてやらないといけない風になりますので、この補助金や給付金申請の時にも助かります。そしてこちらですね、いざという時に助かるのが、税務調査が万が一ありますよと連絡があった時に、税理士だけがこの税務調査に立ち会えるっていう権限を持ってますので、税務調査に立ち会ってくれます。要はね、税務署の方々やっぱり専門用語使うので、何のことをね聞かれてるのかわからないっていうお客さんも多いんですけど、まあ、そこの通訳ができる、この間に入れてね、こういうこと今聞いてますよっていうのを噛み砕いて説明してくれたりするポジションですので、このいざという時の税務調査に立ち会ってくれるっていうのも大きいと思います。そしてね、税理士報酬というのは経費にすることができます。もちろんビジネスをしてるから税理士を雇うので、税理士の報酬というのは全額経費にすることができます。これもメリットの一つかなと思います。そしてね、給料雇うよりは安いってことですね。要はスポット契約、まあ、ちょっと外注費みたいな形になりますので、一人ね経理のね方を雇うと、やはりね月20万円前後かかったりするんですけど、それを思うと、まあ、相談できる相手がいて、まあ、専門性がね高いということで、それでもちろん毎日税理士の先生がね出社してくださるわけじゃないんですけど、スポット契約になるんですけど、まあ、一人経理を雇うよりは安い値段で、まあ、専門知識のある方がいろいろサポートしてくれるというのが税理士を味方につけるメリットだなというふうに私は思っております。デメリットをじゃあ唯一言いますと、デメリットというのは一つしかもうないんですね。要はお金がかかるってことです。経費になるとはいえ、税理士報酬を払うっていう意味ね、お金がかかる、もうデメリットはこれ一つしかないかなと思います。ですので、まあ、基本的にまあね、なんか自分の業種を押し売るようであれですけど、メリットの方が大きいかなというふうに私も個人的に思っていて、まあ、デメリットはやはりね費用がかかるってことかなと思います。はい、じゃあ最後にね税理士選びのポイントをもう一回ね、違う目線でちょっと紹介したいと思います。はい、税理士選びのポイントについてです。チェックポイントです。これはね最初に紹介したチェックポイントを必ずねチェックポイントとしてね見るようにしてください。そしてもう一つなんですけど、人間だからやはりどうしても相性もあります。それはお互いそうです。なので相性のいい先生を見つけるのが大事かなと思います。どうしてもね人間なので合う合わないとかね、どんなにねいい先生だよって言って紹介されても、自分にはなんかちょっとっていう時もありますので、それは自分の直感に従えばいいんじゃないかなと思います。次のポイントなんですけど、年代ですね。年齢が近いと絶対ではないですけど、価値観が合う場合が多いです。なので皆さん自分の年年齢と近い先生を選ぶ傾向があります。あと料金の予算ですね、まあ、デメリットで挙げましたけど、お金がかかることですので。でもね、安いといいかっていうと、やはり安い顧問料のところはそれなりです。たまにあるんですけど、年1回の契約で、まあね、例えばそこまで高くない決算料なのに、税理士の先生が相談やアドバイスを全然してくれないとかいうね料をよく聞くことあるんですけど、それは無理です。その安い料金ってことは、この範囲これぐらい、まあ、要は決算をする料金しかこちらはもらっていないので、要は相談やアドバイス料入ってないってことになるんですね。なので安いと、それはそれでね安い料金で行くっていうのはね、もちろん最初の方とか起業するねいいかと思うんですけど、安いとそれなりのサポートになる、もしくは相談やアドバイス料は別途、もしくは年末調整やね先ほど言ったところは、まあ別途対応になりますよっていう場合が多いかと思います。なので自分の料金の予算と、まあね、どこまでこう削って、どこまで依頼したいのか、最低限のところでいいのか、
そういう税務の相談や節税の相談もアドバイスも受けたいのかどうかによって料金が変わってくると思ってください。そしてもう一つ注意しないといけない点があるんですけど、資格がない担当者がつく場合もあります。要はね、税理士の先生、代表の先生がとてもいい先生にお願いしたいと言ったんですけども、資格がなくそこで働いてる担当者がご自分の担当につく場合、ケースが結構多いです。その担当者とまた合う合わないもあるので、その、ね、担当者がつく場合にはどの担当者がつくのか事前に、ね、確認していくっていうのもいいチェックポイントかと思いますし、そういう場合があるっていうのを知っておく、それがいいのか、ね、嫌なのか、自分はそれでいいのかっていうのもチェックポイントの一つになるかと思いますので、ここ一つ気をつけておいてください。はい、最後です。もしダメなら変わることも全然検討していいと思います。例えば最初にいいかなと思ってお願いしたんだけど、なんかやっぱりとかね、やっぱあるじゃないですか。そういう場合は全然変わることも検討していただいていいかなと思います。変わればいいかなと思います。そのまあなんとなく言いづらいとか、なんだろう、親の時からのね、親のね、自分の親世代の時からのお付き合いでとかいうね、やはりあると思うんですけど、どうしてもっていうことでしたらね、やはりね、年額そんな安い料金ではないので、そのね、せっかく払い続けるのに相談しにくいとか、なんか結局聞きづらいとか、ちゃんと払ってるのにアドバイスもしてくれない、節税のなんかもいまいちっていう場合だったら、別に変わることも検討していいかなと思います。で、変わるタイミングとしては、やはり決算が終わったタイミングで、前後で変わるのが一番ベストだと思います。次の先生もやりやすいですし、期の途中とかで変わるよりは、やはりね、一回こう閉めた後、閉めた前後にね、前もってお伝えしておいて、次のところのとこにも次のね、年度から行きたいですっていうのを伝えればスムーズに変われるんじゃないかなと思いますので、ダメならね、変わることもぜひ検討してみてください。というわけでね、税理士の選び方のコツと、まあ、報酬の目安について紹介をしました。ちょっとね、同じ業種なのでね、やっぱ言いづらいというかね、メリットとかもね、そんな自分で押してどうするなみたいなありますけども、まあでも嘘ではないですしね、本当にそういうメリット、あんだけのメリットあると思いますし、やはり税理士選ぶときのね、やっぱコツ、ポイントを同じ業種だからこそ言えることもあるんじゃないかとかね、まあ裏側も見てたりもするので、ちょっと言えることもあるんじゃないかということで、動画にさせていただきました。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で税理士にいつでも質問相談をすることができます。これはかなり好評です。 Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目、サロンズームを定期的に開催しています。私に直接ズームで質問相談することもできますし、他のメンバーさんと情報交換、異業種交流でできるということで、とても好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しています。私がどうやってビジネスのことを考えてビジネスしているのか、または YouTube や TikTok 撮影の裏側、 SNS の集客方法、新しい経理や税金情報、オンラインサロンのみに投げていますので、ぜひ興味のある方はご検討ください。概要欄の URL から飛べるようになっていますので、ぜひ入会お待ちしております。はい、このように YouTube では自営業フリーランス向けにね、役に立つ情報を投稿していってますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメント、感想、いいねボタンいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。自営業向けに本を出版しています。税理士テクとかの経理節税 Q&A ということでね、一問一答形式なので、読みやすく必要なものがギュッとまとまってますので、おすすめです。 Amazon でも買えますし、 Kindle 版もあります。また書店でね、置いてあるとこは書店でも購入できますし、楽天ブックスからも買えますので、ぜひよろしくお願いします。また他 SNS としては、インスタグラムやってます。インスタグラムは今フォロワーが 1.5 万人、ツイッターもやってますし、あと TikTok もやっていて、フォロワーが 6.1 万人になってますので、ぜひ他の SNS も URL から飛べるようになってますので、チェックの方合わせてお願いします。チャンネル登録もお待ちしています。はい、本日も動画最後まで見ていただきありがとうございます。やはりね、税理士のね、事務所にいきなり行くとかね、コンコンとするとかね、敷居が高いと思うんですよ。なんかね、ピンポンしにくいとかね、まあ、アポイントするにもね、電話しにくい等々あると思うので、ここでね、ちょっとね、税理士の報酬の仕組みとか基本を押さえておくと、見積もりのね、内容が分かったりとか、ここの部分でね、どういう意味ですか、どういう意味の内容ですかとかね、何がついてるんですかとかね、オプションの確認がね、この動画を見たら要は交渉できるというか、質問もできると思いますので、こちらの動画をチェックしてから税理士選びに行くのでいいかと思います。またね、税理士変更したいって考えている方にも役に立つ動画ではないかなと思います。ではこちらの動画を参考にしてね、いい税理士の先生に巡り合いますように、あとね、いい先生に出会えて自分のビジネスがね、相乗効果があってうまくいくように願っております。はい、本日の動画は以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。